名物金井戸特製木の城釜飯。金井戸特製釜飯、木の城釜飯ですね。ちょっとよくわからないですけど、なんかやばそうな雰囲気がするので、ちょっとこちら今日行ってみようかなと思います。はい、ね、ランチタイム1人大丈夫かな。はい、というわけで今回は総社市にある金井戸さんにお邪魔させていただきますね。まあ、メニューがこんな感じになっていて、まあ、2000円台ぐらいの、まあ、和食屋というか、まあ、なんかそういう感じなのかな。はい、ちょっとどんな感じなのか気になるところです。いざ入店でございます。なんかお店の雰囲気が結構ね、あの和食料亭のようなね、ちょっと仕切りの高い感じで、ちょっと入ったらびっくりしたんですけども、あのこんな感じでお座敷あったりとか、はい、まあ、ランチでなかなかね、こういうところは僕は行かないんで、あのあれって場所違いかなとか思ったんですけども、まあ、なんかランチがすっごいおすすめということで、ランチのメニューがこちらになりますね。平日のお昼のメニュー、これ単品というか、まあなんか丼物とかこんな感じで1200円からのこの御膳があるんですよね。で、今回は噂の釜飯を注文いたしました。非常に楽しみです。どんな感じなのか。はい、まあ、前回気になっておるのでお子さん連れても大丈夫かなと思います。こんな感じでしっかりね、一から作ってる感じですね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、やってまいりました。釜飯ですね。お味噌汁とお漬物がついて650円です。早速開けてみましょう。久々ですね、こういうのね。え、タケノコとキノコが入って、なんかかな、なんかすっごいいい香りがねするんですよね。お味噌汁もこんな感じでございます。はい、なんかね、もう1品2品3品くらい欲しくなるぐらいなね、いい香りがしますね。もっと食べたいって方は、あのこの釜飯御膳のセットみたいなのあるんで、ぜひそっちの方も頼んでいただけたらなと思います。それでは早速いただこうかなと思います。いただきます。タケノコの風味とか、なんだろうな、なんか煮物とか煮付けとか合いそうな、うん、美味しい、美味しいです。うん、あ、うまっ。うん、なんか春らしいなんか感じですね、味が。うん、というわけでごちそうさまでした。なんか結構ね、いいでしたね。なんかまあ軽く食べるには釜飯単品でもいいかもしれないですね。なんかすごい春を感じさせられるような味というかね、そんなにがっつりでもないんで、ゆっくり味わいたい方はいいかなと思います。で、物足りない方はこの釜飯御膳ですかね、はいろいろなんかついてたりするんで、天ぷらとかね、
はい、ありがとうございました。もう創業でね、創業10ちょっとぐらいのお店ですね。全然わからなかったですね。で、まあ結構なんか料亭というか、まあなんかいろいろね、この仕出しというか、こういうのもやってるみたいです。こうテイクアウトですね。おー、金井戸さんでした。ぜひ皆さん行ってみてください。なんか平日は早い時間に行けば、なんかそのランチ、限定ランチみたいなのが小鉢とかついていただけるってやつがあるんで、今日はちょっと間に合わなかったんで、ぜひ皆さん、あの僕より先に行ってみてください。はい、今日はもうこの釜飯が気になったんでいうことです。はい、ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。